羽生選手がダイナマイトを踊る動画は YouTube ショートだけでわずか1ヶ月半で400万再生を突破しています。また、TikTok ではすでに1000万再生を超えており、ファンが再生数を集計したところ、通常は公開後に再生数が緩やかに増えるものの、羽生選手の動画は勢いが衰えることなく再生され続けているとのことです。さらに 次に公開された「アシュラちゃん」も同様に再生数が右肩上がりで増加しています。短いから何度も見ちゃう。振り付けを覚えるために繰り返し見ています。といったファンの声も多く、羽生選手の人気は冷めることなく続いています。特に北京オリンピックでの羽生選手の姿が強く印象に残り、その後も応援し続けるファンが多いようです。 表彰台にはあと一歩届きませんでしたが、それでも羽生選手の人気は衰え知らずです。中国国営メディアも、羽生選手が福原愛を超えて、中国で最も人気のあるアスリートと報じているほどです。さらに、中国メディアは羽生選手が悪化している日中関係を緩和する存在になることを期待していました。記事には、中国と日本の外交関係正常化50周年を迎える中、 羽生選手のファンの存在が両国の関係緩和の絶好のチャンスだと信じる声もあると記されています。フィギュアスケート男子フリーが行われた首都体育館の周辺には、演技当日の朝から羽生選手への応援メッセージを持ったファンたちが多く集まりました。羽生選手の演技が始まると、ファンたちはスマートフォンを通して彼のパフォーマンスを見守り、中には涙を流す人もいたと言います。 取材に応じたファンは、彼は間違いなくフィギュアスケート史上最も偉大な選手であり、その精神は私たちを常に励ましてくれますと称えていました。試合後も、会場の出口では多くのファンが羽生選手を一目見ようと待ち続けていたと報じられています。20日には、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、4位に終わった羽生選手が北京で最後の舞を披露しました。その際、 会場外には多くの中国ファンが押し寄せ、警察まで出動する騒ぎとなり、話題になっています。エキシビション会場には、羽生選手を見ようと多くの熱狂的なファンが集まり、スマートフォンで撮影する姿や、日本語の横断幕を持ったファンの姿も見られたといいます。 中国の地元紙、環球時報英語版のグローバルタイムズは、エキシビションが終了してから3時間が経過しても、北京の羽生ファンはまだ会場外に残っていると、その様子を報じました。アメリカオリンピック代表公式サイトの記者も、社内から撮影した写真をツイッターに投稿し、これはほんの一部です。実際はもっと多くのファンがスタジアムの外で羽生選手を待っていますと、ファンの熱狂ぶりを伝えました。 世界的に人気を誇る羽生選手ですが、一部ファンによる過剰な行動も話題となっています。中国のサイト、ニーナミモーでは、羽生選手に関する事件を報じ、その中で一部のファンが不適切な行動をとることへの懸念が示されています。記事では、羽生選手が大会期間中に会場から宿舎へ戻る際、多くのファンが出待ちしていた様子が紹介されています。同メディアは、 警備員が羽生選手が乗った車を追いかけるのをやめるよう警告したにもかかわらず、ファンは車が動き出すと悲鳴を上げ、一部は警備員の制止を無視して車を追いかける姿が見られたと報じ、暴走するファンに対して苦言を呈していました。このような光景は、羽生選手が帰国する際にも見られ、彼が通り過ぎる場所には多くのファンが集まり、プーさんのぬいぐるみを抱えて別れを告げたいと考える人々がいたようです。 多くの警備員の努力で秩序は保たれていたものの、興奮したファンの中には我を忘れて車を追いかけるなど、不適切な行動を取る者も,もいたと指摘されています。同メディアによると、羽生選手はファンが車を追いかけているのを見て、そのファンが怪我をするのではないかと心配し、すぐに立ち止まってというジェスチャーをしたそうです。羽生選手はファンの安全を気にかけ、追いかけないように呼びかけていたようです。 中国では一部ファンの行動について議論が巻き起こり、ネット上では適切なファンは道端に立って手を振るだけで十分だと理解する声や、追いかけるのは危険で、羽生選手にとってもトラブルの原因になると自制を求める意見が相次いでいると報じられています。 羽生選手は、平昌オリンピックで2大会連続金メダルを獲得した後、北京オリンピックでは4位という結果に終わりましたが、誰も成し遂げたことのない4回転アクセルに挑戦し、絶対王者としてのプライドを見せてくれました。その後、羽生選手は日本オリンピック委員会の公式ツイッターを通じて感謝のメッセージを送っています。動画内で羽生選手は皆さん応援ありがとうございました。 今までフィギュアスケートをやってきて、表現したい物語やプログラムに込めた意味など、いろいろなことがありましたが、皆さんの応援があったからこそ成り立っていると強く感じていますと語りました。羽生選手の圧倒的なパフォーマンスに多くのファンが魅了され、彼が競技の第一線から退く決断を表明した会見では、ファンだけでなく、スケート関係者からも感謝の声が寄せられました。 羽生選手の長年の振付師であるジェフリー・バトルさんもエールを送りました。同シーズンのショートプログラム、助走とロンド・カプリチオの要素は、バトルさんとシェー・リーン・ボーンさんのコラボレーションによるものでした。これまで、ショートプログラムはジェフリー・バトルさん、フリープログラムはシェー・リーン・ボーンさんが担当してきました。2人で1つのプログラムを振り付けたことについて、バトルさんは昨シーズンの終わりから、 羽生選手から次回はピアノ曲で滑りたいと相談を受けていたのでこちらでもいろいろと探していましたその後女装とロンド・カプリチオーソを見つけもともとバイオリン曲だったものを羽生選手のためにピアノにアレンジしてもらいましたと明かしていますこのプログラムについて羽生選手はジェフが基盤を作ってくれてシェイが情熱あふれる物語をつけてくれた 新しい物語として、エキシビションのように感情を込めて滑れていますと満足そうに語っていたようです。羽生選手がソチオリンピックで最初の金メダルを獲得したパリの散歩道からショートプログラムを手掛けて成長を見守り続けてきたバトルさんは競技生活からの引退を決めた羽生選手について多くの選手は次第に体力が衰え、技術も以前のようにできなくなって競技を去っていきます。 でも、羽生選手は若い頃にプログラムの最初に飛んでいたジャンプを、北京では最後に飛びました。彼は表現面でも技術面でも成長し、これだけの技術と体力を維持しているのは本当に素晴らしいと称賛しています。バトルさんは、羽生選手が北京に入ってから連絡を取っていないものの、これから彼がどうするのかは全くわかりません。おそらく彼自身がどうすべきかを消化している段階だと思います。 どんな結論に至っても、私は彼を誇りに思っていますと称賛の言葉を述べました。また、多くの振付師の中で日本人として関わっている宮本賢治さんも、プロスケーターとして歩み出した羽生選手についてコメントしています。宮本さんはプロスケーターになったことで、競技会のルールに縛られず、自由にジャンプを飛べるようになりました。彼自身、4回転アクセルをやると言っていましたし、 それが楽しみで仕方ありまませんと期待を込めてて語っています。8月10日にアイスリンク仙台で開催された公開練習では、羽生選手は世界中のファンを魅了しました。練習後の個別インタビューで彼は、プロになってからとても忙しいですねと現状を明かしつつ、これから演技を続けていく中で、皆さんにどう見ていただきたいか、そして何が皆さんにとっての羽生結弦なのかを改めて自分に問いかけましたと語りました。 プロスケーターとしての生活について、羽生選手はこれまでは人任せにしていたことを自分で率先して考えて動かなくてはいけません。そのため、睡眠時間もだいぶ減りました。精神的にも競技者時代よりもハードな練習が必要だと感じており、実際にそのつもりで取り組んでいます。以前は試合に追われながら頑張っていましたが、今は皆さんの期待を超えたいという気持ちがあり、 大変ですが充実した日々を過ごしてていいままますすと語っています、ま、たプロという言葉にこだわる理由について羽生選手は自分のスケートを応援してくださる皆さんの気持ちを大切にしたいと思い引退ではなくもっと上手くなりたい、もっと強くなり続けたいという思いからですと説明しています。そんな羽生選手を過去8年間見守り 振り付けを手掛けてきたシェーリーン・ボーンさんは2003年にアイスダンサーとして世界選手権で優勝しその後は振り付け師として活動しながらもショースケーターとしても活動を続けていましたプロスケーターとしての道を歩み始めた羽生選手についてボーンさんは私自身プロとして活動することが最終目標でした試合に出ていたのは可能な限りベストな結果を残したいと思っていたからです その意味では、羽生選手には無限の可能性が広がっていますと期待を込めて語っています。彼にはプロとして長く活動していく基盤があり、非常に想像力豊かなスケーターなので、大規模なプロジェクトも実現できるでしょうと語っています。会見で羽生選手は引退ではなく、プロスケーターとしての活動を強調しました。それに対して、 羽生選手は自身の新たな一面を表現することができるので、ショーが大好きだと言っていました。競技とは異なり、ショーでは自由に表現できるので、羽生選手が本気を出せば、できないことはないでしょうと期待を込めて話しています。また、シェーリーン・ボーンさんは、スケート界は羽生選手のようなリーダーを必要としています。 しっかりとしたビジョンを持ち、新しいことに挑戦することを恐れない姿勢を見せてくれるので、今後どんな新しいことを羽生選手がしてくれるのか、とても楽しみですとコメントしています。北京オリンピックでは、コロナ対策の影響で直接会うことができなかったため、ボーンさんは羽生選手に励ましのメールを送ったといいます。彼はメダルを獲得できなかったものの、ミスがあっても彼の品格は失われず。 このスポーツを押し上げてくれたことに感謝していますと語りましたボーンさん自身も3度の五輪経験があるため重圧を理解しており北京での羽生選手の演技を称賛しています転倒しても立ち上がる姿は彼の生き様や怪我との戦いを象徴していますと話しましたボーンさんは羽生選手が次に進む道を楽しみにしており二人の新たなコラボレーションにも期待を寄せています それが今日のニュースレターの内容です。最後までご覧いただきありがとうございました。私たちは皆さんからのニュースを受け取り、次のビデオでお会いできるよう、さらに熱心に準備を続けていきます。チャンネル登録といいねを忘れずに、また次のビデオでお会いしましょう。ええ